川、今シーズンは中へのアタックも非常に貢献度が高い、その古川パス、ちょっとここは乱れた、ラベナが走る、マーティン並走、キーパーラベナ川又が来ましたが、テウスロールコントロール、いいですね、ノルク川又フェイクから、いいですね、ワシャトーエンドワンです。いやこれね、あの、はい、このポンプフェイクですね、これ落ち着いてましたね、いや川又選手は本当にどんどん成長、リバウンドがレイクス取れてないんですね、持ってないんですね、はい、おここはテーブスの反応、ね、ハミルトンからテーブス回、左枠側テーブスアタック、自らと乗ってった、そして中山です、川島が右のコーナーにいます、古川に渡す、古川をブロック、いいね、素晴らしいブロック見せました川又、そしてキーパーラベナ、決めたいシュートが決まってない感じがしますね、ラベナアタック、ラベナスピンムーブ、ラベナ、なんというスピード、これぞフィリピンの手法です、中山も激しく行く、テーブスが走る、テーブスパス、いいですね、枠側スリーポイントシュート、いい、ね、あの秋田 の, そのリズムを引き戻しましたよ、ね、どちらかテーブス、ザックも狙う、テーブスが行った、アイボテーブスがアタックした、テーブスパス、枠側、素晴らしいコンビネーション、テーブスから枠側、73対61、まずは一桁差にしたいのはシガレイクス、キーパーラベラここでハミルトンです、高さのミスマッチはありますが、ハミルトンどうするか、ハミルトン強引に行った、ダクショット、ここで決めます、そしてオフィシャルタイムアウトです。